まあそうですね、早い時間で先生と、それから、まあ、打ち合いになるっていう、ね、想定もあったんですけど、その中で全員が絡まって、本当にまたおかげで終わったら出てきたのが良かったかなと思います。今日特に後半、はい、攻め込まれたシーンが、まあ、全部あったと思うんですけど、はい、かなり今日ディフェンスも良かったと思うんですけど、今日のディフェンスは、いや、いつも常に最後までディフェンスをされたので、ちょっと待ってください、最近、ここまで3連勝でくれてますけど、はい、で結構接戦が多いと思うんですけど、接戦をものにできている要因、特にゼロで最近も抑えられてると思うんですけど、はい、そういうところはどこにあると思いますか。まあ、チーム全体で、まあ、ポジティブな掛け声できてますし、まあ、同じ方向に全員が向けてるかなと思います。来週から、はい、まあ、天皇杯予選がありますけど、はい、まあ、去年は PK で決勝にしたと思うんですけど、はい、改めて、まあ、ちょっと大学生が相手になると思うんですけど、はい、改めてそういったところで、意気込みをお願いします。そうですね、リーグ調子いいから天皇杯負けていいっていうそういうわけではないので、まあ、リーグ天皇杯も取って、でリーグも取って、まあ、これからまたさらに